ハイボールいきます。リクリク、ちょっとお酒ねやめようと思ったんですけど、ハイボール薄められるんで、こんなもんですかね。こんなもんにしようかな。どうだこれぐらいだったら。でもハイボールね、この自分で薄めるやつはあんまり朝に来ないからね。今日のテーマ、金曜は夜更かし、金曜は夜更かしのテーマ、何だと思います？あ、ちょっと。金曜は夜更かしのテーマ、今回は、春子さん！春子さん！スラムダンクもね、佳境に入ってきましたね。今ね、陵南戦が終わりました。陵南戦が終わりましたね。陵南だ、あ、陵南かな。終わりまして。春子さん！くーくー、あ、ハイボールやっぱうまいね。ハイボールうまいわ。ハイボールやっぱうまいっすね。やっぱこれリクね、いいね。リクいいです。ハイボールいい。ハイボールうまいわ。うん、いい、うまい。ハイボールがうまい。ハイボールのおつまみは、今日はテーマね、小さな恋の話です。本当に小さな、めちゃくちゃ小さいですからね、ショート。めちゃくちゃこれ多分ね、初めて話す、多分ね、これ初めて話す、小さすぎて多分初めて話す恋バナだと思います。今年で42歳のおっさんが語る小さな小さな小さな恋バナです。あれは高校生の時、まあスラムダンクも高校ですからね。スラムダンクも高校の話ですから、高校3年生の冬ですよ。あれは冬、僕インターハイが、まあね、これね、今スラムダンクはインターハイをこう目指してっていうね、決勝リーグやってるんですけど、インターハイが終わってね、引退ですよ。もう僕はね、もう引退するっていうか、もう週ね、家が貧乏だったから、就職するみたいな感じの方向性で進んでたんですよ。まあただね、ある時電話がかかってきて、お宅の久しぶりみたいな、あ、久しぶりっすみたいな、覚えてるみたいな、あ、覚えてますみたいな。そう、僕ね、中学校の時に全中行ったんですよ。で、その全中がシングルで全中全国大会行ったんですけど、でその時に高知で行われたんですね。で高知で行われて、でその僕の先輩が明徳義塾に入ってたんですよ。明徳ね、まあ野球も強いと思いますけど、明徳ね、明徳に義塾入ってて、でその明徳に先輩いるから、で高知で開催されるんで、でその3泊か4泊ぐらいその寮に泊めてもらって、で練習して、まあ全中行くみたいな。でその年の全中はなんと明徳義塾中ですね、愛工大名電に勝って優勝したんですよ。そうでね、これも面白いんですけど、まあこれはちょっと名前は言わない方がいいか。そう、その全中優勝した明徳中の、その優勝したキーマンがいるんですよ。そのキーマンがね、でそのキーマンが、まあ、大学最後、その大学、同じ大学に入りまして、僕が4年の時か、4年の時、まあまあまあ入ってきて、で、まあ、ダブルスを組んでね、その子と全日本のダブルス、全日本だから全日学ですか、全日学、まあ大学の 全国大会ですね、全日学のダブル出ましたね。まあ、恋バナに戻しましょうか。恋バナに。
そう、まあまあまあ、その明徳行った時にそのまああのなんだちょっとお世話になった人がいて、まあその人が電話かかってきてね、あの大学どうすんだみたいな感じで、いやもうお金ないんで就職しますよっつってね、うち来ないかっつってね、でそれでまあ推薦でね、しかも特待で、いや大学入れる金ないっすよっつってね、いや特待でなんとかねじ込んでやるっつって、マジっすかだったらいけますみたいな特待であざっすで恋バナですね、恋バナ恋バナまあそのね、あの一応まあまあ僕は引退する予定だったんですよ。でバイトすぐ始めたんですよ、バイトをね。でバイトを始めまして、でまあスーパーのレジをやったんですよ。だからヒカキンさんと一緒ですね、スーパーのレジ、ヒカキンさんと一緒、スーパーのレジでバイトやってたんですけど、でそのちょうどオープニングスタッフみたいな感じで、そのスーパーがオープンするんですよ。オープンするみたいになって、オープニングスタッフで高校生も募集してて、で入ったんですけど、でそのオープニングの時はすごい忙しかったんですよ。で僕のその最初その週5とか週6入れるよみたいな話だったんですけど、まあオープニングはまあ忙しかったんで、まあ入れて、最初ね多分ね8万ぐらい、人生で初めて給料もらったのが高校生の時8万ぐらいも稼いだんですよ。だからまあもう毎週5、6入ってね、あの学校終わった後すぐバイト、学校終わった後、今までは部活だったけど学校終わったらすぐバイト入って、でまあ8万ぐらい稼いでて、でまあそのバイト始めた理由が免許取りたかったんですね、免許なんだけど、その最初8万ぐらいいって、これじゃあ半年ぐらい働いたら5ヶ月ぐらい働いたら40万ぐらいになるじゃないですか。だからあこれ免許取れる、免許代30万ぐらいかかるからね、だからまあこれ8万ぐらい入ればこれ免許取れるぞと思ったんですけれども、あのその後ですね、暇になりまして、スーパーがね、で人員削減というかね、その小規模になって、その毎日その入れなくなったんですよ。だからシフト全然入れなくなっちゃって、でこれはだからそれだと3万とか4万になっちゃうんですよ。5万とか4万とかで、それはちょっと無理、やばいぞってなって、まあ、あの友達に相談したら、焼肉屋のバイトどうだみたいな、うちで働いてみるって言われて、でその子 の紹介で焼肉屋のバイトと掛け持ちでねバイト始めるんですけど、でそこで、まあ、焼肉屋のバイト始めて、そこでそのお客さんでその来てた女の子がいるんですよ。でそれでまあまあまあ、その高校なそのなんかそのなんだろうな、その知り合いも食べに来るんですよね、その高校バイトしてるからね。そのでその知り合い友達がその女の子を連れてなんかそう食べに来るみたいなね。でそれでなんかまあなんだ紹介してもらったりとかして、でその後なんかセッティングしてもらったんですよね。であのなんか一緒に話す機会が出まして、でそこでなんか連絡交換して、ね、当時イージーメールか、どうですか、イージーメールだったかな、懐かしいですね。今の若い子は知らないでしょ。i メールとか、i モードとか、easy メールとかね、あったんですよ。ショートメールとかね。そういう感じの時代。LINE ないですからね。LINE ないからね。そう。で、それで交換して、それでちょっと仲良くなって、ちょっと会うようになりまして。で、冬ですよ。冬。ちょっと会おうかってなりましてね。バイト終わったらちょっと会うみたいになって、しかもあの山形だって冬寒いわけですよ、クソ寒いですよね。でその自動販売機の前でその女の子と寒いから、あのなんかあったかい缶コーヒーですよね、缶コーヒーをこう買ってですね、2人でこう飲んでるわけですよ、ね、寒い中缶コーヒーね飲んで、こう2人で飲んでね喋るわけですよ。淡いね、もうドラマみたいな感じですよね、本当に。
いや懐かしいな。それでね、その自動販売機の前で、その暗い中ね、自動販売機の明かりだけポッてなってるわけですよ。で、ふぅ、ふぅってこう出るわけですよ、白い息がね。でも心はね、ドキドキしてるわけですよ。その女の子との経験、ずっと僕スポーツ卓球やってたから、そういう女の子の経験あんまないわけ。それで一緒にこう、そういうシチュエーションないわけですよ。ドラマみたいなね、ないわけですよ。緊張してるわけですよ。で寒いけどね。で、まあでも寒いわけですよ。でも緊張してるんですよ。で、まあ寒いね、みたいな話をしてて。で、まあなんかいろいろなんか どうでもいい話をこうするわけですよね。で、まだ付き合ってもいないわけですよ。で、付き合おうか、みたいな。なんかそういう話になってるわけですよ。で、ここは一番大事なところが、一番大事なところがちょっと記憶が降ってこないんですけど、そこのなんか、その、もうだって18の時だから、僕今今年42でしょ？何年前だ？24年前ぐらいですか？24年前の話ですからね。18だから。で、なんかその、なんか付き合おうかみたいになった。その、なんかね、自動販売機で寒いねって喋ってる光景はまだ残ってるんですよ、記憶として。だけど、そっからなんかが起こったんでしょ。なんかが起こったんですよ。ドラマティックな何かが起こった。何かが分からん。まあ、それ自然の成り行きか、どんな感じか分かんないけど、おそらく、こう、肩にこうの、手を乗せて、グイみたいな。おそらく。で、そこで、人生初の、ファーストキス。その、ファーストキスした記憶は、記憶にございません。でも多分、そこが多分ファーストキスなんですよ。それは覚えてるけど、その、多分緊張もしてたしね。緊張もしてたから、多分、その当時も飛んでたと思うんですけど。で、それでファーストキスですよ。唇震えてたね。うん、もちろん、舌は、思い出してきたぞ。思い出した。ちょっといいっすか、思い出した今。これちょっと行きましょう。思い出してきたよ。22年前の記憶が思い出してきたよ。来たよ。そう。そういうことよ。そうだ。で、その女の子っていうのは、なんか高校中退したのかな。まあ僕の多分なんか一個上、なんか一応まあ経験者なんですよ。僕未経験者ね。でもその女の子が多分経験者なんですよ。経験者ね。で、僕未経験ね。でファーストキスですよ。やり方わかんないですね。で、そうだ、多分そうだ。衝撃というか、まあチュッてするじゃないですか。で、なんか舌が伸びてくるんですよ。ん？これどうすればいいんだってこれどうすればいいんだみたいなね。で、僕は分かんないから口閉じてるんですよ。分かんないからね。これどういうことだっていうね。若いっすね。で、それで、なんかそれで、まあ向こうもね、まあ、多分まあ、察してくれたのか分かんないですけど、それですぐ舌がピュッてこう戻ってったみたいな。懐かしいっすね。そう。多分そんな感じだったような気がする。で、そっからまあ、冬ですよね。もう、で、年越すし、で、卒業が3月ぐらいじゃないですか。で、そこで、まあ僕もバイトも掛け持ちで入れてるので、まあそんなに、で、その女の子もなんかバイトしてたのかな？働いてたかな？で、そんな会う機会ないんですよ、そこまで。だから僕も掛け持ちしてるし、バイトね。
で本当にもう本当に1ヶ月で数回会えるぐらいなんですよ。で会っても、まあ、僕もそういう感じですから、まあ、ちょっとね、あだ映画1回見に行ったかな。そう、なんか本当にデートは数回なんですよ。でデート数回で、でもう卒業式ですよ。だ冬でしょ、だ1月2月もうバイトもすげえ入れてたし、向こうも働いてなんかバイトしてたのかな。で多分数回ぐらいなんですよね。でもうお別れだみたいな。で僕岐阜のね大学に行くことになりまして、でお別れだっつって、で最後、そうそうそう、なんかね最後僕バスで、まあ帰って、山形から離れる時に最後会えないかみたいな、ごめん会えないみたいに言われて、あこれで終わりだなみたいな、で終わりました終わりました。で最後どうしても会いたいとね、最後どうしても会いたいんだけどみたいに、なんかショートメールかなんかやったんだけど、ごめんちょっと無理だっつって会えなくて、あこれで終わりだなっていう、もう相当離れるじゃないですか、終わりなんだなっていう、あこれはまあね最後も会えないかみたいな。そう、でもまあ続きがあるんですよ、一応続きがある、一応続きがあるんです。続きは次回にしましょうかまあでも続きも秒で終わっちゃうんでね、そう秒で終わっちゃうんであれなんですけど、なんとそっから大学部が入学しまして、そっから半年後ぐらいかな、まあ一応その住所はね、その教えてたんですよ。なんかそのまあなんかメールでなんか来て、なんか住所を教えたんですよね。で手紙が来たんですよ、手紙がね一通で、どんな手紙だったのかっていうと、まあ一語一句全然覚えてないですけど、要は最後僕がねそのバスでこう行くとこう離れる時にね、会おうって言ったんだけど会えなくてね、でそれを後悔してると、うん、あの時会っとけばよかったみたいな、後悔してますみたいな、でまた会えないみたいな、なんかそんな感じの手紙が一通来まして、で僕はもうその時に違う恋に発をしてましたので、もうその返さなかったですね、うん、まあ、それで終わりですだから本当ね数回デートしたぐらいですね。でもその僕が記憶に残ってるのが、その真冬の自動販売機の前で缶コーヒー2人で飲んで、で なんかこうふーってしながら飲んで、ちょっともなんかで盛り上がってファーストキスしたっていうのはなんか覚えてるんですよ。人生初だからね一応。だけどそのどんな、まあうん、そうそう、だから今ちょっとずつこうちょっとずつこう、うん、呼び起こしてますけど、まあ、そんな感じです。いやー、淡いですね。こんなお世話になりました。ありがとうございます。そう、いや本当に ちっちゃかったですね。でもちっちゃかったけど、ファーストキスはそこですから。でもなんかね、その舌がちょっとピンみたいな、ブーみたいな、これどうすればいいんだみたいなね。てか知らなかったんですよ。なんかそのキスをするっていうことが、この舌を絡めてキスをするということが知らなかったというかね。なんだろうな、まあ、疎かったというかね。うん、いやー小さいっすねそんな感じございますね。今何分だ、19分か。ハイボールがうまい。ハイボールのつまみですよ、つまみの話ですね。なんかつまみの話みたいなね、松本人志さんのなんかつまみの話、喋らない、滑らない話からつまみの話ってなんかありましたよね。まあ、いいつまみですね。いやでもね、やっぱね、若い時の恋っていうのはね、いいですよね。うん、
いや、年取るとねえからね。年取るとないからね。そういうなんか純白の恋みたい、純白のなんかってないじゃないですか。もうスタンでいくんで。どうすか。年取るとスタミます、スタスタりますよね。そう、スタれるというか。そう、あとそう、 手をつなぐと、そうそうそう、手をつなぐのもね、なんかこのなんつかね、こうつないでいいのかな、どうなのかな、このうーんみたいなね、あるじゃないですか。あったじゃないですか、多分。酒がうまい、ハイボールがうまい。いや、ハイボールいいっすね。やっぱハイボールほんといいな、これ。薄められるしね、うん、ちょっと氷入れますね。ハイボールやっぱいいな。ハイボールいいね。ハイボールいいわ。いやー、ちょっとね、どうですか、そういう時代があったんじゃないですか。なかったのかな。そう、もうシワもだいぶ増えましたしね、おっさんですよ。やっぱね、でもね、ずっとやっぱね、卓球ばっかずっとやってたから、スポーツずっとやってたんで、ね、そのなんかその同期の、そのまあね、高校生でデビューする、なんかその周りの子たち、まあ部活やってない子とかね、なんかその、なんだろうな、普通にね、高校デビューみたいな、まあ、高校でもそんな感じだ、童貞ですよね。いやー、でも高校っていいっすね。まあこの「スラムダンク」高校生のこのね、桜木花子さんみたいな、桜木くん、花子さん、うん、まあいいや、春子さんだ、春子さんだよね、春子さん。そう、いやー、濃い濃いね。そう、なんかその、あの、やっぱそのその、その若い時の10代のね、その10代のやっぱそういうのなんかいいですよね。ああ、今あの感覚にはなれないですね。もう絶対戻れないですね、あの感覚にね。ね。人間っつうのはね、どんどん廃れていくんです。廃れていくんですよ。廃れていくんですよ。もう最近ね、僕ね、ほんとね、まぁ、あ、ちょっとほんと、深刻な話なんですけど、最近ね、あの僕のあの精子がね、製造されなくなったっぽくて、まあ自分でまあこうやる、だってもうあのしこしこ歴、しこ踏んじゃったじゃないけど、しこしこ歴何年だ、まあ中学校の時に覚えたから、多分13の時に覚えたんですよ、先輩に教わって、こうするとこういうことをすると気持ちいいぞって言われて、やってみますみたいな、はあみたいな。で13から、だから30年か、しこしこ歴30年ですよ。しこしこ歴30年の節目、13でしょ、今42ぐらいだから、だから30年ぐらいか。
シコシコ歴30年の節目として、あんま出ないっていうね。全然出ないんですよ。作られてないし、ね、全然作られてない。まあね、まあ機能としてはね、もういらねえだろうみたいなね。なんかあの女性の方もね、あの何歳か、なんか何歳かで生理止まりますよね、多分ね。そう、なんか最近もなんかね、昔はです、若い時はまあそのピュッみたいな感じ、まあ男性の子たちか女性の方は分かんないですと思いますけど、なんかピュッみたいな感じでね、あの元気が良かったと思うんですけど、今ね、僕ね、美容みたいなで全然量もないし、全然製造されてないですね。全然製造されてないです。しかもなんかね、白くないんですよ。なんかね、透明というか、なんだろうな、なんか我慢汁あるじゃないですか。まあ女性の方は分かんないかもしれないですけど、あれのなんか延長線上がピョって出るみたいな。やべえっすね。まあいいんですけど、全然。いや、年取るもんですね。年取るもんですよ。年取っちゃいますよ。いやあ、どんどんやっぱなくなってきますよね、年取るとね。いろいろとなくなってくるから、荒ぶりたいですよね。そのなんか挑戦するとか、なんかその逆に言うと、なんかこのスラムダンク見てると、やっぱなんかまた頑張ろうみたいなのを思えさせてくれますよね。そのなんか、いいアニメです、本当に。でもスラムダンクも本当にもう全部あの見てますからね、最初から全部、今そう全部見てますから。頑張んないとな。まあ頑張れなくなりますからね。立つもんも立たなくなるしね。多分そのうち。立つんだジョーみたいな。立つんだジョーでしたっけ？あ、明日のジョー。立つんだジョーみたいな。立たないよジョーみたいな。まあでもね、その要は年取って思うことは、まあいろいろこうやってきてると、その18歳の時とかはそれがまあ現行じゃないですか。でもそれを思い出としてこう振り返った時に、思い出としてこう酒のつまみになるっていうのは、まあ年取ってあれですよね。年取らないと、まあ、味わえない話かなっていう。そう。だ去年かな、去年、大学のその同期の集まりが、まあ、卓球部のね、同期の集まりがちょっとあって行ってきたんですけど、やっぱ昔話に花が咲きますよね。あの時はこうだったね、みたいな。面白いですよね。多分そのね、スラムダンクのなんかね、その後のあの回想シーンっていうか、なんかもう終わっちゃってますけど、なんか桜木花道とかが大人になってね、まあ40歳とか50歳になった時に回想していくみたいな、この物語とかもね、あると面白いでしょうね、多分ね。そう、
あれからどんな、ね、この出てた人たちがこうどういう人生辿っていったのかっていうところで、なんかその飲み会でね、そのなんかその回想シーンがこういろいろ流れるって、あれからどうだったのかみたいな、だそれなんかあのやってほしいっすよね。なんかあれからどうなったのかって、あれから30年後みたいな、高校だからこれ高校の話なんだけど、あれから30年後みたいな、桜木花道がもうおっさんになってるみたいな、ゴリはもうゴリラになってる、本当のゴリラになってるみたいな、めっちゃそれ面白いと思うんですよね、スラムダンクのあの話から30年後っていう。そうで、みんなやっぱ引退してるというかね、うん、そう、40、50で飲み会、もう飲み、だからアニメとしてはその飲み会のシーンから始まるみたいな、面白そうじゃないですか。井上さん書かないですよね、多分ね、もう書かないか。さ、あれから30年後と、あの夏、俺たちはみたいなね。その第二の人生みたいなね。そのバスケットとは関係ない感じですよね。もうバスケットとは関係ないんだけど、その人生、生き方みたいな。その生き方、そのアニメのシーンから、その飲み会から始まるんだけど、その回想シーンとかいろいろこう、あれ、その後どうなってたのかっていうのは、よしよしこう入って、シーンが入ってくるんだけど、ちょっと第2の、第3の人生みたいな感じですよね。安西先生みたいな、安西先生もの葬式とかもねあって、そう、まあ安西先生の葬式シーンから始まるっていうのもちょっとセンセーションなのだな。そう、でもそれはなんか現代にすごく響くと思うんですよね。その高齢化社会になるから、井上さんがその現代のこの第二の人生の生き方みたいなね、なんかそれでスラムダンクじゃなくてライフダンク、ライフダンクダメかライフダンクだと人生にダンクしていくみたいな、どうすか、ライフダンクっていう、ライフダンクどうだ、これどうなんだ、人生にダンクしていくみたいなね、これ良くないですか、ライフダンク、ライフダンク、多分語呂的に微妙かな。まあ、井上さんが書けば何でもありだと思うんで。ライフダンクいいんじゃないかな。このご時世の生き方ですよね。どう生きていくのかっていう。で、桜木花道の僕が描くんだったら、桜木花道は、もうなんか意気消沈してる。だからこのスラムダンクの回想シーンっていうのはもうすごくバスケットにこう夢中になって、もうめっちゃ頑張ってるわけじゃないですか。でその主人公の桜木花道はもうなんかもう意気消沈してる、もうなんかもうなんか全然人生にねこの花が咲いてないんですよ、第二の第三の人生に。でその飲み会がきっかけでなんか徐々にこう次の人生に向かってねこう変わっていくみたいな、ライフダンクですよ。そう、これ結構いいんじゃないかな、コンセプトとしては。これコンセプトとして良くないですか、ライフダンク。そう、だ消えた光、消えた炎がまたそのなんだろう、またこうと、あの灯火がこう出てくる感じですよね。ライフダンクいいんじゃないかな。はい、35分か。いやー
いやでもハイボールいいっすね。ハイボールいいわ。もう全然もうまだもうほんとちょっと薄めるだけだからまだ全然ありますよこれ。でも僕ちょうどいいなこれ。これなくなるしね。これいいよ。いい、ハイボールいい。ハイボールはいいっすね。調整ができるからね、調整が。はい、飲み切りました。まあでもこれもう今日これで、まあでもまだこれもう一日いけますね。これまだ一日いける。うん、これぐらいだったら大丈夫だと思う。やっぱね、あの缶はね 5% なん、あのレモンサワー 5% なんですけど、いやあの2本開けて次の日めちゃめちゃ頭痛かったからな。いやハイボールちょっといいっすわ。うん、調整ができる。いやーでも懐かしいな、あの自動販売機の前のあの白い息をふわっと吐きながら缶コーヒーを2人で飲むっていうね。懐かしいっすね。寒いねみたいな、なんかね、たぶんなんか、ああ懐かしいっすね。もうおっさんですね、おっさんですよ。ハイボール、ハイボール。でもほんと数回しか会ってないですからね。そう、でも僕のファーストキスですよ。そんな感じですかね。いやーこれからの人生でも40、今年で2でしょ、あと8年経ったら50でしょ、であと10年経ったら60じゃないですか。ちょっと考えないとね。だって自分が60になるって、まあちょっとすいません、60歳以上の方見てると失礼かもしれないですけど、自分が60になるとか想像できないじゃないですか。でも僕ももう42代ですけど、だからでもすごく感じますよね。いや本当にもう6、あと十何年したら60になるぞみたいな話なんで、カウントダウンみたいな話で、まだ僕まだね40今年で2なんで、まだ一応ね、まあその精子は製造されなくなってきましたけど、まだなんとかっていうところの部分もありますけど、それもなんとかならない部分も、マカとか飲めば大丈夫ですか。いやでもなんかね、そのなんかその恋とか男の機能とかね、どんどんなくなっていくからね。そう、噛み締めていきます。噛み締めていかないとね。噛み締めていかないと。まああとまあね、ちょっとね、まあいろんなことやるにしても挑戦するにしてもね、今できることやっていかないともうできなくなるから、うん、
なんか最近やっぱ思いますよね。なんかやっぱね、自問自答してますよ。このままでいいのかっていうところと、なんか自問自答してますね。非常に非常に自問自答してます。まあやっぱね、人生っつうのは自分とどれだけやっぱ向き合えるかっていうのがやっぱ大事だと思うんですよね。本当に自分とどれだけ向き合えるのかっていう、そう、もう考えて答えが出たと思ってもまた考えて答えじゃなかったり、何が正解なのか間違いなのか正解なのか、まあ、正解はないと思うんですよね。僕は正解はないと思うんで、何が正しいとかね、何が合ってるとかね、どうでもいいったらあれかもしれないですけど、多分そうじゃないんですよ。みんな正解が欲しいと思うんですけど、正解はないですよ。ずっとない。でもね、スラムダンクの言葉を借りるならば、まあ人生を考えなくなった時に人生が終わるんじゃないですかね。まあ安西先生がね、諦めたらそこで試合終了だよみたいなね、名言ありますけど、人生っていうのは人生を考えなくなった時に人生が終わるみたいな話ですね。自分の人生をどう考えるのかっていうことを考えなくなった時に人生が終わっていくのかなっていう。これ結構名言じゃないですか。人生とは人生を考えなくなった時に人生が終わるっていうね。深いな。一本です。だから自分の人生をどう生きるかって話ですよね。でそれを考えなくなった時に人生が終わるって話ですね。だ常にその自分の人生ってどうあるべきかっていうのを常にこう自問自答していくっていうのが人生なのかなっていう。そう、まあ、いろんな生き方があるじゃないですか。だからそのライフダンクですよね。だからそのスラムダンクに出てたそのキャラクターの人たちが、まあどういうその生き方をしていくのかっていうね、人それぞれの生き方があって、考え方があって、自分の人生と向き合いながらこう生きていくみたいな。だからその例えばなんだ、病気、そのね、例えば宮城亮太がね、病気になるとかね、病気になっててもう50とかで病気になってどうするのかと、病気とどう向き合っていくのかとかね。その今回スラムダンクの映画は宮城亮太が結構主人公というかね、ちょっとティーアップされて過去の回想シーンとか入って映画化されてるんですけど、だからそう、桜木花道が病気になってるって感じの演出がいいんじゃないかな。病気に侵されてるみたいな、これ結構いいんじゃないかな。病気と戦う、病気に侵されるみたいな、この演出いいんじゃないかな。なんかスラムダンクの桜木花道ってその無双みたいな、無敵みたいな感じじゃないですか、キャラ設定としては。でも最後は腰痛めてみたいな終わるのもあるんですけど、でも結構まあ不屈のなんか無双みたいな感じなんで、でも そんな桜木花道が病魔と戦っていくみたいな、病気になって精神的に病んだりとかするんだけど、それとどう戦っていくのかっていうね。でそれをやると多分今病気でその戦ってる人にも勇気がこう与えられるようなアニメが作れると思うんで、これめちゃくちゃいいんじゃないですかね。スラムダンクプロデューサーになれるんじゃないかなっていう。これめちゃくちゃいいんじゃないですかね。多分いい、そのキャラ設定的には、花道が病気に侵されるっていうのが多分いいと思います。だから、その、バスケットとこう、
バスケットとこうやってたんだけど、それがそのなんか病気とこうどう戦っていくのかっていう、余命宣告みたいなね、そういう余命宣告もあってね、いやこれいいな、これいいと思いますね、めちゃくちゃ。だからその病気の人、今病気を持ってる人にも勇気を与えられるアニメになるし、第2の人生、第3の人生のその40、50のそのだ、スラムダンク見てた人って、特にそのスラムダンク見てた人ってあのもう40、50とかになってるわけじゃないですか。だからもうそこにドストレートにはまるわけじゃないですか。だからそのスラムダンクファンにもガチ刺さるみたいな話ですよね、そのまま。いや、いいじゃないですか。いいな。あ、ちょっと発熱マークが来てます。46分か。発熱マークがついてきました。はい、もう暑いか。暑くなってきましたね。終わりましょうか。前はね、これ買った時は2時間回せたんですか、回せたんですけど、暑いですからね、今。そう。はい、では終わりましょうか。今日は、小さな恋の話でした。終わります。